ットバイブレッジヴァンガード未来都市型フェスティバルガラフェスエキサイティングハロウィン直前ということでですね、なんと私たち、こちらですね、六本木にある、ね、はい、某プラント、ちょっとこれ見てもらえ、某プラントで、ね、来ているんですけども、改めましてこんばんは、世界の割り箸ことチョップスティックです、イエーイ。そしてなんと今回からですね、一緒に MC を務めていただける、はい、ご紹介お願いします。リオです、リオです。なんかリオちゃん、だいぶ耳赤いよ。ちょっと笑っちゃったな。笑っちゃうとね、どうしても。でもね、これちょっとこれご覧になってるね、はい、皆さん、ちょっともしかして、はい、なんかリオちゃんただもんじゃないのかなと。あの人どんな人なんだろうみたいなの、多分すごく、はい、気になってる方も多いと思うんで、ちょっとね、自己紹介というか、はい、なんかあれなんでしょう、なんかコンテスト話みたいなこと。はい、そうです、コンテスト話なの。コンテスト話なの。そうですね、コンテスト、学生の団体が主催しているファッションイベントの方で、うん、一応トップオブザパーティーっていうものを受賞しまして、グランプリ。うわ、もうね、だからこうやってね、ちょっとふわって見ると、ね、ちょっと華奢な女の子かなって思うんですけど、違うらしいですよ、こうね、こう足が折れたってビューってなると190になるっていうね、お話もね、聞いていただいたりとかして、あとなんかあれでしょ、なんかなんとかのアンバサダー。あ、そうです、ただいまマリー・クワントさんの公式アンバサダーをさせていただいております。ね、もう何なんですか、いきなりセレブリティが登場ですよ。未来都市型フェスティバルガラフェスね、といったところ ですね、今日はね、私とそのね、リオちゃんと一緒に、はい、ここはね、ボディープラントさんにお邪魔しているのはですね、今回のね、はい、ガラフェスね、でなぜかですよ、スポーツディレクタースポーツディレクターというですね、肩書きが、そしてですね、もう実はこの方がなくしてはもうガラフェスが成り立たないんではないかという方のですね、ここジムなんですけども、ちょっとお呼びしてみたいと思います、はい、足立さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、足立ひかるさんですよね。はい、ありがとうございます。名前です。どうもよろしくお願いします。もう足立さんはもうなんかその、なんですか、目力がもう半端ない。もうあと、もう体もそうなんですけど、まあ、今回やっぱりそのガラフェスって言いますと、まあ、割とアイドルさんだったりとか、まあね、ヒップホップの方、レゲエの方とか、まあ、そういった方が歌われるんですけども、こうスポーツディレクターという立場というのは、今回こうどういった役職というか、ちょっとお伺いできればと思います。ですよね。はい。何なんだ。いやいや、何なんだ。お前何なんだ。いやいや、もうね。スポーツ何なんだ。いやいやいや、もうね。いや、意外とそこがこのコロナ禍の中、新しく生まれて何かなのかなという気もしないでもないので、ちょっとね、簡単に説明していただけるとありがたいなと思います。そうですね。はい、まあ、簡単に言いますと、はい、実はですね、まあ、ガラフェスにちょっと面白い企画を持ち込みまして、はいはいはい、何をやるかというと、アイドルで、うん、体力選手権をやりたい。体力選手権、まあ、というのは僕がちょっと、うん、某アイドルとかでこういう腕相撲とかそういうのにちょっと関わって、何回か綱引きとかね、はいはいはい、そういうのに番組でかかったことがあったので、はいはいはい、これちょっと特化してなんかできないかな。はいはい、はい、でまあ某アイドルね、その、うん、そこそこ有名なアイドルさんとかにもやらせてたりしてたんですけど、はいはいはい、これもしかして輪を広げたらもっと集まるんじゃないかな、うん、なるほど、1人より2人、2人より3人で、はいはいはい、面白いことできないかなっていうのと、うん、あとこのご時世で、うん、今コロナなんでね、はいはいはい、自宅で自粛してる方が、そうですね、体動かさない、うん、でその中で今動画回数がすごい上がってるのが、うん、まあ、自宅トレーニング、宅トレとか、はいはいはい、あと体を鍛え上げるトレーニングというのは非常に視聴率が上がってるんですよ。僕もなんかあれですか、簡単にできるストレッチとかやってましたもん。ありますよ。はい、なんならラジオ体操とかも YouTube とか見てやってましたから。はいはいはい、その中で、うん、まあ、去年ぐらいからやっぱり美ボディっていうのがすごく流行りだしてて、うん、はいはいはい、女の子が、うん、綺麗な体をトレーニングで作り上げるっていうのが流行りだしてますよ。だってそのなんかあれなんじゃないですか、足立さん、それのなんかこう巧みな人なんじゃないですか、だって。まあ巧みかもしれないです。否定はしないときですね。まあ、うん、まあ、いろんな人見てるので、はいはいはい、まあ、その中で、うん、まあ、もしかしてこれアイドルたちだけを集めて、うん、なんか誰が一番美ボディなんじゃないかって競ったら、うん、これちょっと面白いかもと思ってた。いや、もう面白いを通り越して、もうむしろもうテレビ番組の企画じゃないですか。いや、本当にね、ちょっといろいろやりたくて、はい、広げたいんですけど、ちょっと、うん、まあ、ガラフェスの中でちょっといろいろ試したいことがあって、それでその、はいはい、
そういうスポーツ的なイベント企画をちょっと持ち込んで、うん、はいはいはい、ただいつの間にか僕の知らないところでスポーツディレクターと呼ばれるような、いやもう完璧にスポーツ最近ニュース知ったんだ澤さんから怒られてきた肩書きがあれスポーツディレクターそれで知ったっていやでも実はそのガラフェスって3月にも一回ね、あの中止になっちゃったんですけど、あの路上プロレスが入るような、ね、話もあったりとか意外と実はその体力系のそのなんていうんですか、コンテンツが、うん、あるんですよ、要素としてね。いや、それなんかね、うん、似合うんですよ、上野のね、その、ほら、開放された空間、空気がいいところ。はい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 、はい。ああいうところでスポーツってやっぱ似合うんですよ。似合うんですよ。いや、まあ、多分、足立さんからしてるのはもう全部似合う場所だと思います。多分、あのね、六本木のミッドナビとここ似合うんですよ。なんだろうし、富士山見てもここで、もう腕相撲似合うんですよ。どこでも似合うんですよ。いやだからそれのもうシチュエーションを作るのがもう私はもうプロでありそのなんですかもうボディープラントですよね、はい、作る、あもうその通りなんですね、そういう意味なんでね、ね、はい、もうというね足立さんというですよ、そしてね梨央ちゃんという強力な援軍がですね、まあ、今回からねそのエキサイティングハロウィンってそっちのエキサイティングになったんだってねもう皆さんもうちょっとずつ分かってきたのじゃないかと思うんですけども、ここでですねちょっとそのガラフェスのちょっと見どころというかね、こう梨央ちゃん的に見て今回まあね、あのまだまだあのブッキング中だったりする部分もあって、はい、全員はね、まあ、把握してないとは思うんですけど、はい、このアーティストみたいなっていうちょっと一押しのアーティストとか教えていただけるとすごい嬉しいなと思ってるんですけども、そうですね、やっぱアイドルが好きなんで、はいはいはい、アメフラッシーさん、あーアメフラッシーなぜか今画面のブロンソーが似合って笑ってたけどね気になりますね、うん、やっぱね、あのすごいみたいよ、だからそのアメフラッシーさんがあの参加が決まった瞬間にあのガラフェスのツイッターがちょっとこう強い揺れを感じたらしくて、動いたみたい、動いたみたいで、やっぱりあ、やっぱそうなんだね、そうですね、うん、こう足立さん的には何かこうあるんですか、このちょっとこの今あのキャスティングのメンツの中でこれはちょっと見といてほしいなとか、むしろ この人の体をなんかボディープラントしてみたいないや、あの自分がボディープラントした人間も実はいるんです。あ、本当ですか。だってもう聞くところによると、これちょっと話テレコンになっちゃって申し訳ないんですけども、あの岡田和親さんの体作った方ですもんね。そうですね、はい、だってもう岡田和親さんってもうプロレスの枠超えちゃってるじゃないですか。僕の知り合いの地方の OL の人が大ファンだったりとかして、いやプロレスを見ないんだけど岡田和親さんが大好きで、で足立さんのことも知ってたんですよ。本当ですか。はい、もうだから本そこに出してるの買ってください。いやね、だからちょっとあ、じゃあこれ物販で売りましょうか一番売れちゃったりとかするかもしれないねじゃあもうそこの中で足立さんはやっぱりこう今回一番の見どころっていうのは、個人的にはその平川一丁目、ああもうあの、はい、元 S ミュージックさんの S ミュージック、なんかあのボーとか好きですねボープラントって言ってまあそこの彼らが、うん、まあ、もう一回再結成して、はいはい、歌ってくれるっていうのと、あとはですねその元イリスマスカッツの、はい、もう有名ですよね、はい、もう、はい、ね、あの上崎さん、はい、シュルさん、はい、今あの青川が音大出てるんですよ、実は。で西条なんでそのアーティストの活動を始めたのでちょっと聞いてみたいな、ね、ああ、はい、もうその見どころは完璧ですね、はい、で個人的には、はい、モーリーさん聞いてみたいな、もうね期待してます、ね、はい、もうモーリーさんは、はい、もうなんかあれだね、なんかこう、もういきなり足立さんとなんか一瞬会っただけでもう昔からの友みたいになりそうなフィールがありますよ、ね、あれなんですよ、毛利さんと同い年なんです。あ、そうなんですか。そうなんです。それどっちが若く見えるかって言ったらちょっとね、もうこれはあの某ボディープラントの人の方が若く見えるんですけどもいや、それかあの毛利さんをボディープラントしてしまうっていうのもね、それありですねえ、もうといったところでですよね、未来都市型、フェスティバルガラフェスエキサイティングハロウィン、もう10月18日なんでね、もうあと残すところ7日10日、ね、もうねぐらいなんで、最後にこれを見てくださってる皆さんに一言ずつコメントいただいてもいいですか。じゃあお願いします。すごい、やっぱコロナの時期にいろいろイベントとか企画しててもやっぱりできない状況にあった中で、このような機会を設けてもらえてすごいやっぱ
お客さんとしても楽しみにしてくださってる方も多いと思うので全力で楽しんでほしいなと思います。うわー、素晴らしい。さすが西条ね。もう阿部さんもじゃあお願いします。まあ単純にこういう時期なんでね、ちょっとフラストレーション溜まって何か見たいなっていうのがあったらぜひ気軽にガラスに来てほしいと思うんですよ。もうね、本当です、はい、ね、ありがとうございます。もうね、本当にガラフェスっていうのはもう元祖ソーシャルディスタンスダンスっていうイベントというか、もともとね都内って渋滞だったりとか満員電車だったりとかってそういうねガチャガチャしたものが都会の部分ってあるじゃないですか。で音楽ぐらいはやっぱり楽しくねゆっくり見たいというところで、その1200人の、上野恩賜公園って収容人数なんですけど、もうそこを2、300人で優雅に楽しもうっていうのが始まりのガラフェスなんで、まさにですよ、本当にまあソーシャルディスタンス時代申し訳と言ってもですね可能ではないフェスとなっておりますのでね。あれなんですね、柄が悪いからってちょっと いやいや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。安達さんの 目つきだってそんなことないですからね。僕そっちだと思って。いや、もう勘弁してくださいよ。もう僕なんかあれですから、こう見た目とは話して一番綺麗な日本語使うってね、意外と評判だったりとかするんで、はい、といったところですね、2020年10月18日、日曜日ね、上野恩賜公園野外ステージ、プレゼントバイ、ヴィレッジヴァンガード、未来都市型フェスティバル、エキサイティングアロメで皆さんにお会いしたいと思います。最後からましたごめんなさい、すみません。お会いしましょう。来てね。